Hey guys, this is Yumi from English Boot Camp. Welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。English Boot Camp の Yumi です、えー。アメリカ英語の発音コーチをしています。こちらのチャンネルでは英語学習に役立つ情報をバンバンアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。えー、今回はですね、このアメリカ英語、特に、ね、英語でもアメリカ英語のね、えー、このスペリングと 音とが全然合致しててないっていっうね英語ってそもそもがあの割と音とスペリングがこう合致しない言語なんですけれども特にアメリカ英語の場合は u ダクションですねいわゆる音の変化脱落っていったものがとてもねたくさん起きるんですねそのせいであれっていうことがねよくありますで私もねすごいそれをねあの経験してきたんですねそのあたりを、ね、今日は あの具体的な、ね、例を紹介しながら解説していこうかなと思っています。まずですねこの単語ね皆さん何て発音しますか 今ねやっぱり大統領選に向けてアメリカは特にねこう盛り上がっていてですねまあこの間ねドナルド・トランプ元、ね、大統領がね銃撃に遭ったりとかちょっと世間がねざわついてますけれども、えー、この単語ね候補者立候補している政治家あのことをね、えー、こう呼びますけれども皆さんの頭の中でこのね単語の音がどう流れたかなんですねで実際の音とこのね、えー、私たちが思ってる音とのね 差っていうのがね、結構あります。これね、実はね、この単語と同じ発音なんですよ。えって思いました。いや、全然違うだろうって思いました。字面を見てると全然違いますよね。じゃあ、実際のネイティブのね、発音をね、見ていただきましょう。まずは、あ候補者の方ですね。どうぞ。The candidate at the top of the ticket.Heavy dark matter candidate.in as a serious candidate for a while. どうですか 皆さんが思っていた発音でしたじゃあ今度はカナダですね。こちらの発音ね、ネイティブが発音してるのをね、ちょっとね、見てくださいね。同じじゃなかったですか <laughs> 同じでしょほぼ同じなんです。どういうことかというと、まずこのね、candidate っていうふうに発音しないんです。することもありますよ。することもありますけれども、 あの、ニュースキャスターとかが日本のね、NHK のニュースキャスターが、えー、10回ではなくて10回って言うじゃないですか。あんな感じです。誰もそんな風には言わないっていうね。実際は10回ですよね。1に回がついて10回ですよね。10回って、えー。一般人が言うことって稀ですよね。そんな感じで、この予想域のなんかアナウンス系のね、ナレーション系の時は Candidate デデっていう風に言うんですよ。でも普通の会話だと Candidate。 Canada になります。で、まずアメリカ英語はこの N の後に来る TD っていうのは脱落するんですよ。で、最後の T っていうのも、息のストップだけで聞こえてこないんです。そうすると、キャンディデキャンデとなります。で、キャンディデートじゃないんですね。この最後の DA は、あストレスが乗らないので、手話、いわゆる曖昧ボーイで、うっととになります。なので、キャンディデキャン でカナダと同じ発音にねなってしまうわけですねこういうことって本当に英語にはたくさんあって今日はスペリングと発音が一致しない単語をね5つね、えー、このキャナダ以外にもご紹介しようと思ってます LINE 登録してね無料動画も配布中です詳しくは下の概要欄からどうぞまず一つ目これです これも皆さんの頭の中で Congratulation っていうふうに音が流れたかもしれないんですけれども実際の発音は Congratulation です。ここの tu はジュっていうふうに発音するんです。Cingratulation o n g r a a t t u l o c o n となります。で、この g r のところとレ a y のところにストレスが乗るんですね。なのでタッタンタッタンタン タンタンタタンタンっていうリズムになります。こういう長いね、五音節とかの単語って、だいたい2箇所にストレスが乗るので、どこにストレスが乗るかっていうのはとっても大事です。それによってね、リズムが変わってくるので、タン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 とか、タタンタンタ,ンタンタンとかね、いろんなパターンのリズムがあるので、頭の中でリズムを取りましょう。で、コングラチュ a ーションって言っても通じるとは思います。うん。 長い単語なのでね。ただネイティブの人はそういうふうに発音しないので、えー、ネイティブの音っていうのをね、えー、入れていくようにしましょう。二つ目です。これです。これの発音ね。actually っていうふうにね、えー、発音を頭の中に流れた人がいるかもしれないんですけれども、actually ではなくて actually なんですね、本来はね。でも actually って発音する人は本当に稀です。実際は actually, actually っていうふうに発音します。 アクシュになるんですね。このチュッととかやっぱり言いにくいんですよね。さっきのコングラチュレーションもそうですけど、チュッって言いにくい。だからシュになってるんです、ここはね。さっきはジュでしたけども、今度はシュになってアクシュ、アクシュ、クシュ、シュになってます。アクシュリー、アクシュリーっいうふうにね。えー、最後のリーは、エルはね、しっかり下を前に出してください。アクチュアリーではなくてアクシュリー、アクシュリーっていう人がとっても多いです。3つ目。今度はこれです。 どうですかクエスチョンって思いましたクエスチョンってもう完全にカタカナですね。<laughs> クエスチョンでももちろん通じます。が、チュッととね、やっぱりネイティブに言いにくいから、これリダクションが起きて、ここもね、シュッになるんです。question q u クエスチョンになります。シュン、シュンになります。シュンじゃないです。えー、このね、tion のところのこの母音は、シュワーです。うって音です。なので、シュン、チュン、シュン。 どっちかですね。で、チュンが言いにくいんで、シュンになって、クエッション、クエッション、クエッションになります。四つ目。今度これです。これは発音できる方が多いんじゃないかな。government ですね。rn はね、発音しないんですよ。だったら書くなよ、みたいなね。発音しない音入れるのやめてって思いますが、rn は発音しないで、ガブガブとなります。government、government ですね。なので発音自体は簡単です。最後。 5つ目ですけれどもこれがねなんでっていうね憤りを感じるぐらい理不尽ですね <laughs> はいどうですかこれこれ読めますかあれなんだろうと思った人いるかもしれないんですけど皆さんね発音できると思いますよ皆さんが知ってる単語ですもう街角でよく見かける人ですこれあのケンタッキーフライドチキンの入り口に立ってるおじさんですカーノルですね えー、カーネル・サンダースですね。えー、カーネルっていうふうに私たちは言いますけれども、実際の発音はカーノーです。で、えー、コロネルじゃないのって思った人いると思うんですが、このね、LO はどこにもないんですよ。しかも、なぜかここにね、R の音が入ってきて、カーになるんです。カーです。で、ノー。 最後の nel ですね、えー。ここは l はダーク L なので n の後にダーク L の o と音を足して n u になります。null, o n e l n e l です。どこにも r なんてないのに実際の発音は r という r の音が入ってきます。で、えー、lo はどっかに消えてしまいます。あれっていうね。ちなみにカー r n e l というのはですね、えー、これはですね、人の名前ではなくてですね、 えー、役職の名前です。軍人の大佐とか大尉とかね、あのあたりの、なんか、階級の名前なんですよ。で、えー、サンダース自体は、あ軍人でも何でもないんですけれども、サンダースのーいたケンタッキー州っていうのは、なんかその地元の名士みたいなのに与える称号の中に、このカーノーっていうのがあったようです。なので、地元の名詞として授かった名称が、 カーなんですねなので、えー、サンダースさんに、カールっていう、その、こう、継承がついてる感じです。なので、カーネルおじさんはおかしいんですよ。<laughs> おじさんおじさんみたいな感じになっちゃいます。サンダースおじさんが正しいです。またはカーネル、サンダースですね。で、カーネルでゃなくて、カーですね。カーネル、カールっていう風に、 えー、喉を閉める、うーっていう口はアヒルの口ですね。うーです。このカー、カーっていうね、えー、この音って結構難しいです。カーになりやすい。日本人の口ってね、横に行きやすいんですね。あーって。あーではなくて、うー,うー、うー、ですね。例えば鳥ね、bird とかもこのうーっていう,う音ですね。 で朝早いという、early とかね。結構多い音ですね。割と英語には頻繁に入ってくる音なので、この音をね、出せるようにしましょう。というわけでですね、このアメリカ英語のね、この音のね、脱落、変化、reduction っていうんですけれどもね、っていうの、たくさんあります。そのせいで、実際の音と自分の思っている音が違うから聞き取れないとうと結構起きるので、こういうね、音のルールですね、発音のルールっていうのは、 ある程度はあこう系統を立てて理解しておく必要があります。勝手にはね、なんとなくで覚えるということはもうね年齢的に大人になってくると難しいです。子供のうちはね、アメリカ人とかの子供は先に音から入って先に話せるようになってから学校に通い出してこうやってあの文字を習うので、なのであの私たちとは逆なんですよね。私たちを最初に文字を習ってから後付けのように。 大人になってだぶたてから発音やったりするので、なのであれってことは結構あります。でもあくまでも言葉は音が先です。ね。えー、はるか昔は文字なんてない時代だったんですから、最初はもう音だけで会話してたわけです。そこに文字っていうのが後付けでできているので、なので、文字の表記っていうのはね、これはもうしょうがないです。音と違ってても。 <laughs> あれっていうね、もうどうにもならないこのカーノーみたいなパターンもあります。そこはもう覚えるしかないです。でも、あとは大体ルールがあるので、そういったルールをね、学びたいという方はね、えー、私の講座。 え、オンラインの講座とか、ダウンロードして学習できる講座とかね、いろいろありますのでね、そういったものをね、参考にしていただければと思います。教材とかね、講座の情報は下の概要欄にね、リストアップして載せておりますので、興味ある方はね、チェックしてみてくださいね。以上、今日はこのね、英語のね、スペリングと 発音が一致しない単語の解説でした。今回の動画が役に立ったという方はぜひ高評価ボタンの方よろしくお願いします。チャンネル登録してない方もね、これを気にしていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。See you!